野良黒は、田川水宝の漫画作品、その主人公である野良犬、および、それを原作としたアニメ作品。大日本遊弁会講談社の雑誌、少年クラブにて1931年から連載された。連載のきっかけは、少年クラブの人気小説、アー玉杯クハイに花受けての作者である佐藤光六が、当時の編集長である加藤健一に対し、 もっと漫画を載せたらどうか。漫画は、家中みんなで読めるし、何より紙面が明るくなるからね、とアドバイスをしたことであった。戦前発表の漫画としては、けうな長期連載となっていたが、1941年に内務省の役人から、この戦時中に漫画などという、ふざけたものは、掲載を許さんというクレームが入り、編集長がやむなく、打ち切りにした。 戦後も潮処房の雑誌、〇に、探偵の物語として1981年まで、執筆した。また、田川の編集による、漫画トランクにも掲載されたのをはじめ、口述のように戦後のリバイバル部向きに講段社と、普通車とロマンス、社から、復刻連載版と単行本版が発行あるいは、刊行された。なお、最も早い大日本郵便会講談社版。 野クロ二等兵再録版は、連載最終話と同時に、同社発行の初期作品集、漫画常設館誌にて収録され、初期の平成改編に伴い当時の新規の平成に合わせて復刻化発されている。日本の漫画の邦画きに人気を獲得。当時は、雑誌だけにとどまらず子供向けの商品には次々に、野クロが登場した。 現代のキャラクター商品の走りとも言える、ノラクロズミ、楽器、ノラクロハーモニカ、筆箱、幼児用の玩具、ハンガーなどが発売された。著作権は、このような第二次的な商品にまでは、法的規制の及ばない時代で、ほとんど原作者や出版社の無許諾商品である。これに関して、原作者の田川は、 ええじゃないですか。皆さん喜んで使ってくれるんだからと応用なものだった。1989年に漫画執筆権を弟子の野良黒トリオに継承した。田川と山根赤鬼の死後も野良黒トリオによって新作が発表され続けているが、田川の作品よりギャグ漫画色がどちらかといえば強い。書出から80年以上を経た今でもキャラクター、 関連商品などが多数販売されている。なお、弟子の長谷川町子のサザエさんと同様に、中部日本新聞の夕刊に、昭和31年1月4日同年6月29日の間掲載されたことがある。こちらの作品の題名も、野良黒だが外伝に位置し、野良黒の息子が登場して、芯を張っていて、親の方と同じ呼ばれ方で登場する。 また、戦後に描かれた、ノラクロ聖伝終盤の伏線が貼られている。ノラクロの息子は経済史の関連もあり、中日ドラゴンズが大好きな野球少年となっている。親父のノラクロに絡む話もあり、ブルとデカは重要な役回りで登場する。後に、聖伝、ラクロ中隊長にて、赤子にて登場した。 聖伝、野良黒の息子に登場するですはこの息子の後年の姿。また、ですは、僕ら版漫画自衛隊野良黒二等兵の主人公でもある。野良の黒犬、野良黒が、大日本帝国陸軍をモデルにした、階級制度を持つ、猛犬軍の、猛犬連隊という犬の軍隊へ入営する。最初は二等卒として土地なところも見せたが、 やがて花々しい活躍によって徐々に階級を上げ、最終的に大位まで昇進し、退役する。古事ゆえの辛さを描写することもあるが、田川はこのあたりの描写を自分自身と重ね合わせたという。連隊長ブル大佐、もしくは、第五中隊長モール大位が父親的な役割を演じている。戦闘描写はあるが、メインのものはほとんど誰も戦死をしない。 野良黒は予備役隊として再招集され、中隊長として新兵の教育にあたる。ストーリーは戦中期から連続しているが、沿線的な内容を、野良黒の生還を期する15の恋人の存在、死の描写など端々に戦後の価値観が滲む。山猿軍との決戦が描かれるが、互いに物資の休防のため休戦となり、 軍隊は解散、野良黒は元の野良犬として戦後社会に復員する。かつての軍隊仲間が新たな職に就く中、野良黒は放浪しながら様々な職業に挑戦するが、いずれも長続きしない。しかし、最終的に喫茶店の店主として自活できるようになり、恋人と結婚して初帯を持ち、もう野良犬ではないというシーンを持って物語は完結する。 まず、1933年に、横浜シネマで、アニメーション映画の、ノラクロ二等兵が制作され、次に、1934年には、ノラクロ五丁が制作されている。1935年には、セオ発生漫画研究所主催の、セオ構成による、アニメーション映画、ノラクロ二等兵、ノラクロ一等兵が、映画撮影され公開。 戦時下の1938年にも同じくセオの手によるノラクロトラ退治が公開されている。当時としても小国民らに人気となりシリーズ化された。時代的にまだカラーフィルムは完成しておらず、いずれも白黒映画である。戦後にテレビ放送が盛んになると連続アニメーションの番組が テレビ向けに量産されるようになったが1970年10月5日から1971年3月29日には、英検により、テレビアニメーション、ノラクロが放映。主人公、ノラクロの声は、大山信代カラー映像で放映されたが、世間ではまだ白黒テレビも多かった時代である。また、 1987年10月4日から1988年10月2日には、スタジオピエロにより、フジテレビ系列で、テレビアニメーション、ノラクロくんが放映された。ノラクロの孫、ノラクロくんを主人公としており、ギャグアニメーション色が強いものであった。ノラクロくんの声優は、坂本千夏、祖父の黒吉役を、柳上ジ,ジが演じた。 ノラクロの世界が人間界と別に存在するという設定になっており、人間界の木の下家を曲がりして、ノラクロ探偵事務所を開くという、ノラクロ取物帳を意識した設定になっている。原作に準じた設定で記述する。ノラクロをイメージキャラクターにする、マルーンのコンテナセオ構成の主催していた、セオ発生漫画で制作されたモノクロ版のアニメ映画。 映画公開に際して、軍歌勇敢なる水平のメロディーに歌詞をつけた、野楽ロの歌が作られた。この歌詞にある、陽気に元気に生き生きとという言葉は、戦後朝日放送ラジオの、おはようパーソナリティのキャッチフレーズに使われたことがある。1970年10月5日から1971年3月29日の、 毎週月曜日の19時から19時30分に、富士テレビ系列で、全26話が放映された。概要、明治100年にあたる。この時期に、昭和初期のリバイバルブームが起こり、上述の通り、少年クラブ連載版を収めた、野クロ漫画全集が、復刻、刊行されてヒットした。これを受けて1970年に、アニメの制作に至る。当初は、 タガワと進行があった牛を掃除率いる P プロダクションでの制作が予定されていたが、同時期に企画を立ち上げた英検が、売り込み先のフジテレビで P プロの存在を知り、企画ごと買い取ったという。当時の P プロは、財政難だったため、英検からの買い取りに了承したという。軍隊の話という基本設定は、原作と同じであるが、 原作の要素、野良黒の出世は、戦後の時代を考慮して外され、野良黒は最後まで、二等兵で、デカと同僚の設定。また、原作に、女性キャラクターのいない点を補い、従軍看護婦の巫女が、オリジナルで追加された。原作が、昭和初期の作品であることから、当時の子供向けテレビアニメとしては珍しく、大人からの反響が大きかった。 本放送開始以後、1970年10月末までに、フジテレビには約2000通の手紙が寄せられたが、その中の約40%が大人からのものだった。大人層からの反響では、原作から戦後向けにアレンジされた点に関しては概ね不評だった。原作者の田川は、本作の出来に納得がいかず、英検の詐欺ス聖康に、あれはぜひとも、 p プロにやらせたかったと晩年まで漏らしていたという。キャスト名前の後ろに、星印のあるものは、アニメオリジナルキャラクター。スタッフ主題価格割リスト放送局、映像ソフト年代不明ながら次の4本が、ビデオソフトされたが、いずれも現在は廃盤になっている。オープニングエンディング映像は、1986年に、東映ビデオから発売レンタルされた。 TV ヒーロー主題歌、全集8と1999年12月より、同じく、東映ビデオから発売された、英検 TV アニメ主題歌大全集に収録されている。しかし収録された、OP 映像は、オリジナル版ではなく、戦術の、他局再放送用版である。1987年10月4日から1988年10月2日まで。 フジテレビ系列で毎週日曜日の18時から18時30分に放映された。スタジオピエロ制作、前後10話。ただし、日中戦争中に一時連載の中断を挟む。後段者のものは後述のように復刻化出版。事後より昇進し、野楽路上等兵となるために二等兵時代の物語としては最終話。 キャラクター商品の権利関係で著作権については、日本では戦前は、法的には、否定的な時代であり、戦後の昭和時代でも、問題となる場合は、ほとんどが他業者と、衣装登録した者が競合した場合であった。商業的なメリットとして注目されるのは、アメリカ NBC と日本の TBS との間で、契約が行われた、虫プロダクションの、鉄腕アトムで、 派生的に、アメリカ法によって、ベースポンサーからもたらされた、法映権以外の商品への排他的な巨諾量からで、ある。連載第119回には、正殿本編の非語移植中毒事件が蒸し返される。僕らは、少年クラブの実質上の後継子となる。野クロに人間を登場させるわけにはいかないが故に、とったた国民の表現が、口実にされたと言われている。 単行本、野良黒上等兵から、野良黒の上手な書き方に、ヒゲと出ている。この事実は、妖軒時代を描いた読み切りの物語、野良黒子犬時代で明らかとなっている。軍曹の時に水次町に任命された時に、デカ二東兵が、新兵時代には、二軒で連帯の昼食用である鳥の煮物を、鍋ごと平らげ、軍曹時代の守保販売係長の担当時には、 主婦の売り物の食物を一人で平らげたくらい。また、大陸開拓をしていた頃も、生地の煮付けを味見と称して一人で平らげている。さらに映画、野良黒五丁では五人前の焼き鳥を一人で平らげている。原因は風呂滝に手間取った野良黒が口述の爆裂弾を使用したことだった。後年には除訓で受けた勲章を紛失し、 重映像に入れられそうになったこともあった。チンパンジー軍に遭遇した時は退職を塗り替え、カムチャッカの赤虎に噴出難を乗り越えた、など。連載版では、師団長に作者に、軍旗の衣装を決めてもらって来いと命を受け、作者、田川の作業がなかなか進まないので、野良黒が自分の腕で図案の元を書き仕上げを作者にしてもらい、師団長に届けている。 失敗を重ねた、右与曲折の末、自身の手足型をヒントに、衣装、デザインを完成する。雪合戦の最中に、自分に雪玉をぶつけられたことに起こり、丸太で殴りかかったり、自分の部下に無茶苦茶な総攻撃を命じたりした。また、軍機祭での相撲の最中に、野良黒が土俵外に投げた相手が、自分の頭を直撃したことに激効し、 飛び入りで野良黒を追い回し投げようとした。野良黒が将尉として初参加した初馬祭りの舞台において、隊員たちの目の前で滑稽太夫を銀じたりもした。皇術のモール、中太の息子と共に満州において義勇軍に入り、そこで野良黒と再会している。ハット中には、しゃっくりの止まらなくなった。 野良黒のせいで後続の天子が番号を100、増やしてしまう不可抗力もあった。またお掃除の時に野良黒と寝床の敷布を洗濯、乾燥する際の脱水絞り時に相方となった野良黒だけがひねり回され、その際でかがメタ的な発言をしている。野良黒の予備役召集前に山猿軍との戦いで戦死した可能性もある。ラクロ決死隊長に掲載されている熊、羊。 豚の各国の地図は、現実の中国の地図とは全く異なる。単行本の、白い野良黒の時と、連載版、野良黒軍事探偵で、伝書バトが帰ってきているところで、伝書バトが持ってきたのですなと、横から来る姿で再び出ている。ただし、少年クラブ版における、対位進直後の山猿軍との戦闘のエピソードを、描いた、野良黒号遊部隊長には、 野良黒大医が、あの統治下は、正面から攻めても落ちないぞデカゴチョウが、随分頑強ですねと言っている時に、戦死者の死体が転がっているシーンがあり次のコマで、デカゴチョウが、戦死者が多くて残念ですと言っている。長官からは、新兵から歌士官時代までは、貴様と呼びかけられていたが、士官学校卒業、小校以降は、君と呼びかけられるようになった。また会話も、 新兵時代と士官学校卒業以降とでは、口調が違い、校舎の場合は相談されるような口調にもなったことがある。さらに一人称が、新兵から可士官時代は、自分、士官以上は、我が輩となっている。なお、モール中隊長は、例外的に、私が一人称になっている。計算上、最も早期の過失採録版である。 シャモ中佐による、猛犬連帯クーデター未遂事件など、特に後半部分の違いが顕著である。田川の愛にした酒の販売なども行われている。時期によって、猛犬連帯時のものと戦後の長じたものとがある。前述の通り原作では、亀と呼ばれていた。前述の通り原作では、漢字書き。ありがとうございます。